Driving up north on the Trans-Canada Highway. The night is sweet, thousands tight. I'm driving up north. 今日は元町商店街に遊びに来ました。すごい人で歩きにくいね。歩きにくいね。え、今日って何曜日だっけ。今日水曜日だね。水曜日でこんな人いるの。今度も困惑しちゃってるよね。人がすごくてちょっと歩くのリタイアしちゃったね。リタイアしちゃったね。こんにちは。眠いのかな。あれ、なんてお店に向かってんだっけ。ドッグ。お店の名前が。あ、違う、グラドッグ。グラドッグ。今からグラドッグというお店に行きます。グラドッグってここにしかないお店なのかな。どうなんだろう。グラドッグ発見。どれが可愛いか。これ欲しい。これすごいおしゃれ。このブランドはもう ここでしかないんですか。オリジナル。あ、もうオリジナル。すごい。そうなんですね。じゃあなんかこうデザインとかもやってるんですか。そうですね。デザインと構成と。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。赤はいいかもね。赤いいんじゃない。ハーネスがね。確かに。すごいです。おー、かっこいい、パノちゃん。目立つね。かわいい、かわいい。いいんじゃないの。いいんじゃない。似合ってるよ。おしゃれ。似合ってるよ。よかったね。グラドッグのグーの G とドッグのグー G。うん。だね。ダブル G。うん。本当可愛い商品がいっぱいあったね。すごい可愛かった。なかなかシンプルで。うん。うん、でさっきのグラドッグさんの近くに元町ドッグさんっていう違うワンちゃんのお洋服を扱ってるお店があります。ファンが絡まれてる。ごめんね。またパン屋さんのいい匂いにファンは引っかかっちゃったよ。お腹減ってんのかな。いや、赤いの目立つね、パノ君。A little mirror from your magic box. I fill it with the ocean sun. I take it with me whenever I go. この日お腹空いてましたか？ね、絶対空いてると思います。うん、お腹空いてます。足取りが早い。足取りが早い。腹減ったぜ。腹減ったぜ。ムシムシムシって。おやつ、おやつ。逃げる、バム君逃げる。さすがにお腹減ってきた。なんかもう普通にさ、ラーメンとか食いたい。犬も好きだけど、人の方が好きですね。ラーメンにも好きです。同じお洋服。グラドッグ。お腹減ったから今からカフェに向かってます。パノ君が食べられるご飯はあるのか。ちょっと聞いてみる。ワンちゃん用は向こうだってよ。ちょっと外観撮るかな。こちらは犬用のレストランで、こっち側に人間用のレストランがある。パンケーキ屋さん、めっちゃうまい。